みじもさんのおかんですが、おみくじでまたには、今日もカップを立ち返すかって、ああ、わっしょいわっしょい。続いても、続いてちゃおう、すやかね、行くぞ。子供が打ったらすやかね持つ。今日はそうだよね、今日そういう日だよね。すやかねさんお願い。もう一点欲しい。お願いします。お願いお願い。今日は猛打賞の末金翔太選手。今日小園さんが打ったら末金さんも打つみたいな、なんなのそのなんか、なんなん。いらっしゃいませ、妖怪酒場の香りです。はい、ということで今日はもうご機嫌なので裏声でお届けしたいと思います。はい、ということで本日の振り返りをしていきたいと思います。お席ご案内します。はい、ということでね、早速本日の試合結果なんですけども、5月24日金曜日、横浜スタジアムで行われました DeNA 対広島の第9回戦でございます。延長10回まで試合をしまして、2対5で広島が勝ちました。来いほー来いほー来いほー。これでね、連敗ストップです。2連敗ストップということです。はい、今日は沢崎さんが、カープの、元カープの沢崎さんが解説だったみたいですね。はい、で先発は DeNA が東投手、広島が大瀬良投手でございました。勝ちは島内投手について3勝1敗、負けは伊勢投手について0勝2敗ということで、セーブは栗林投手が13セーブ目を挙げております。はい、ということでホームランですね。今日は全て10回の表に出ました。小園選手と野間選手にそれぞれ第1号、そして末金選手が第3号のホームランを打っておりました。素晴らしい。はい、ということで本日の試合結果でございました。はい、続きましてスタメン予想ゲームの結果発表でございます。私が前日予想したスタメン予想と、今日の本当のスタメンを照らし合わせて点数をつけていくコーナーでございます。それではこんな感じでした。バスーン。はい、すいません。ということで、本日は、秋山先生を休ませたいからスタメンを外しましたって言ったんですけども、普通にいまして、野間選手が、お休みでしたね。お休みというか、野間選手がスタメン外れてました。ということで、秋山さんいつ休ませるんですかねって感じなんですけども。で、まあ、矢野選手が2番で、そこのね、野間選手がいつも入ってるところに矢野選手が入るって感じでしたね。で、なんと、推しのうぐさくんがスタメンでしたね。はい。で、まあ多分、東さんからヒットも打ってるので起用されたんですかね。左なんですけどね、っていうね。はい。ということで、二俣選手が今日スタメンに入っていなかったんです。なので、本日は、もうね、相澤選手と大瀬良投手だけ、3点ずつで合ってたんですけど、なので16点でした。ピエン低いということで、まあ仕方ない。今日はちょっともうね、1個間違えたら多分相当ずれちゃうなって思ったんで、もう今日うそだね。はい、ということで16点、もう仕方ない、ゲームなんてただのね。はい、以上スタメン予想ゲーム結果発表でした。はい、続きまして本日のトピックスでございます。まずね、工事でハッチ投手が抹消されておりまして、ケムナ投手がベンチ外でございました。
はい、ということで大瀬良投手の結果なんですけども、本日は7回と3分の1 112球を投げまして、被安打が4でした。めちゃくちゃね良かったですよ。奪三振も5で、フォアボールがちょっとね4で多かったんですけども、失点が1ということで、東投手なんですけども、東投手も今日は結構長いイニング投げて8回投げておりまして、113球、もうほぼ大瀬良投手と同じ感じですよね、球数は。でだけど東投手に関しては被安打10でしたね。でまあ奪三振は7で多くて、フォアボールは相変わらず出さないという、素晴らしい。で失点は1ということでした。でまあ今季一番球数を投げておりましたね、大瀬良投手で。まあ本当に試合を作ってくれてありがとうございますという感じですね。もう改めてこうやっぱり森下投手の時もそうだし、大瀬良投手の時もそうだし、やっぱりリードで相澤さんとの相性がいいからね、バッテリーの相性もいいというので、必ず試合をちゃんと作ってくれるというところが本当に感謝ですね。まあ大瀬良投手防御率 1.48 なんですよ。もう贅沢すぎる、現在の4番手ピッチャーになるのかな。いやもう贅沢すぎでしょっていう感じですね。はい、はい、続きましてね、本日3、4、6回とね表でチャンスを作るんですけども、無得点というね、この流れがすごい悪かったですねっていう印象があります。で、まあ、3回は相澤さんがヒットを打って、その後、送りバントを C の、秋山さんがヒットを打ち、でまあ矢野選手でアウトになってしまうという流れでして、4回は小園選手が打って、末金選手が打って、坂倉選手が三振になり、宇草くんも三振という感じで終わってました。で6回はまたまた小園選手が打って、末金選手がまた打って、で今度は坂倉選手がショートゴロでスリーアウトっていう感じでね、やっぱり今日は小園選手が打ったら末金選手も打つっていうこの流れがもうできてたので、もう素晴らしかったんですけども、残塁が多かったですね今日は、とにかくって感じですね。今日残塁9でございました。まあベイスターズも8なんですけども、カープに関しては今日15安打打ってるんですよ。めっちゃ打ってたよねっていう感じですね。はい、ということで続きまして、7回裏にですね、大きなピンチを大瀬良投手が作るんですけども、ここをなんとか抑えるという感じでした。この回すごく良かったですね、すごい手に汗を握る感じのピンチでしたけど、すごい、頑張ったって感じでしたね。はい、で8回表にですね、続きまして、アズマキラーの小園選手がタイムリー内野安打を打ちました。オースティン選手がファインプレーかと思ってガーって走って取って、投げたらちょっとワンバウンドして、小園選手がその間にスライディングしたんですよ。もうそれがすごいあっぱれって感じだったね。ナイススライディングって感じだった。はい、ということでそこは小園選手のスライディング勝ちという感じでしたね。はい、でね、小園選手マジで東キラーすぎて、11打数9安打してるんです今季ね。で打率が8割1分8厘なんです。今日ヒーローインタビューでなんかもう東投手からめちゃくちゃ打ってますが、11打数の9安打ですって言ったら、まあそこは内緒でって言って、いやもう表に出ちゃってるよって思ったけど、内緒ってどういうことって思ったけど、面白かったそれが。はい、続きまして8回裏にですね、大瀬良投手がランナーを出して、そこからね堀江投手に交代をするんです。で佐野選手にヒットを打たれるんですけども、筒香選手を空振り三振にするんですね。でその後右に強い森浦投手が登場して、山本選手をキャッチャーフライという感じで、めちゃくちゃいい変え方だなって私は思って、すごくこうこまめに変えてピンチをねしのぐっていう感じで、すごくいい回だったなと思いました。でまあ今日ね堀江投手8球だったんですけど、まあ3連投してるので明日はベンチ外かなというふうに個人的に思っております。はい、ということで続きまして10回ですね、延長に突入しまして、表小園選手、末金選手、野間選手に一発が生まれました。イエーイ。はい、これあんまりニュースになってなかったんですけど、小園選手は今季第1号ホームランじゃないですか。それはもう皆さん分かってると思うんですけども、今季
カープの4番に座った人の中でも初のホームランだったんですよ。今日なんか今季さ、あの多分4番になったのは堂林選手、松山選手、小園選手、末金選手だったと思うんだけど、その4人が4番だった時にまだ1本も出てなかった、1本も出てないんですよ。そう、松山選手に関しては代打で出てて、代打でホームラン、末金選手に関しては6番で2本ホームラン打ってるので、で堂林選手にはホームランがまだ生まれてないので、そう、4番としての初ホームランなんですよ今日。やばくない？小園選手が4番で初めて打ったホームランでもあるし、小園選手今季初のホームランでもあるし、カープとしての4番に座った人の初ホームランでもあったんです今日、今季ね、っていう感じでした。はい、ということでね、野間選手なんですけど、野間選手は2021年以来のホームランだそうです。もうあの新井監督がベンチでもう独身術でわかるぐらいさ、すごいねーって言ってた。野間選手にこうベンチ帰ってくる時にすごいねーって笑ってたね。めちゃくちゃ笑ってたよねっていう感じです。はい、で今日はあの小園選手と末金選手は揃ってもう5打数4安打1ホームランという、もう全く同じ、まあ、打点がちょっとね違うだけで、小園選手が2打点の末金選手は1打点になるんですけど、いやいや成績まで同じなんかいみたいなね。今日もアベックホームランだったし、もう本当に素晴らしかったですね。はい、ということで続きましてね、10回裏ですね、10回裏黒原投手がマウンドに上がったんですけども、1点取られてしまったんですね。これってもしかしてこの時点で1対5だったんです。で1点取られて2対5になりました。はい、セーブシチュエーション来ました。で栗林投手が登場ですよ。5日ぶりの登板だったんですけども、記録がかかってなかったら昨日ね栗林投手登板してたと思うんだけどなっていう感じだったんですけど、やっぱ記録のために投げさせなかったのかなというふうに思いました。でまあ今日はねセーブを上げたので、あと1試合で1セーブしたら日本人最速の100セーブということになるみたいですね。はい、明日になるのかって感じなんですけど、はい、以上本日のカープのトピックスは以上ですね。であと他球団のトピックスなんですけども、本日巨人の戸郷投手が89人目となるねノーヒットノーランをしてたそうです。巨人の投手がね甲子園でノーヒットノーランを達成するのは1リーグ時代なんだと知らなかったです。1リーグ時代の1937年5月1日の沢村栄治以来、沢村賞のね方ですよね、栄治さん。戸郷投手すごいね、怖っ。はい、ということで以上。はい、続きまして私が今日決める MVP コーナーでございます。はい、ということで早速ね今日の MVP を発表したいと思います。今日の MVP はドーン、小園海斗選手。はい、ということで、はい、小園選手にさせていただきました。まあもう理由としてはね、同点だと勝ち越し弾を打ったので、もうね小園選手最高ですということで、でまあ先ほども軽く説明したんですけど、今シーズン41試合してるんですけど、それ41試合目にしてやっと4番という存在にホームランが生まれましたということで、今季ね、いや4番に苦労したカープですよ今季は。ちょっと本来ならさ、外国人がねいるであろう4番のところをこうなるなんて誰が想像してたですかっていう、小園選手が4番に座って、それでカープの今季初の4番としてのホームランを打つだなんて誰が想像してたですかっていう話です。ということで、まあ、こんなにね4番にホームランが出なかったのは 初なんじゃない、記録になってるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、はい、ということで以上本日は小園選手にさせていただきました。はい、続きまして2軍の情報でございます。本日は名古屋球場で行われました中日対広島の第9回戦でございます。3対2で中日が、勝ちまして、ま、カープが負けました。はい、先発は中日が岡田投手、広島が日高投手ということで、ホームランはですね中日に石川
選手の第3号ホームラン、広島に佐藤選手の第2号ホームランが生まれております。はい、ということで日高投手の結果なんですけども、本日5回83球の3失点でございました。まあね、ちょっと久保選手と佐藤選手のエラーで自責は1となっておりますので、5月1日以来の先発登板でした。結構仲空いたね。でオリックスから移籍後最長の5イニングを投げておりまして、まあ、毎回ね走者出したんですけども、なんとか試合を作ってくれたって感じでございました。まあ、コウ監督はね、まあこれからよねということだそうです。はい、はい、続きましてね、もう中日の4番の石川選手に今日はやられました。2打数2安打1ホームランで3打点ということで、3打点丸々今日の得点でございますので、石川選手あっぱれでございます。さすが一軍って感じ。はい、ということで続きまして日高投手の後の系統が岡田投手と大道投手でした。で岡田投手はね2イニング投げて22球の無失点、大道投手は2試合連続でね三者凡退で、2人ともすごい好投だったかなというふうに思いました。で甲監督がね、あの大道投手に関して力まなかった、今後も彼らしく力みなく球がスーッといくか、制球が良かったらそうは打てないとのことです。はい、続きまして佐藤選手ですね。佐藤選手がバースデーアーチー、今日ね誕生日ということで誕生日に打ちましたよ、ホームランを。第2号でございますね。今日は4打数2安打1ホームランで1打点ということでね、打率がね3割8分なんだよ今。もうどんどん上がってってるね。で本当に交流戦の DH 使ってほしいんですけど、ダメですか、マジで本当にお願いしたい。こんなに勢いのある時に使いたいですよねって感じですよね。はい、続きましてシャイナー選手、本日は4打数1安打でございました。3番のファーストで今日は出ておりましたね。まあ、いい感じの鋭いヒットだったかなというふうに思います。はい、これがねもうあの毎試合こう連続で何試合連続ヒット中みたいなのになればいいんだけどね。はい、ということで続きまして本日のマルチヒットは堂林選手と久保選手ということで、堂林選手が4の2、で甲監督はですねコンスタントに出だした、体のキレを出すためにどんどん出てほしいということで、多分試合のことだと思うんですけども、なのでちょっと1軍はまだ遠いのかなというふうに思いました。はい、で久保選手も今日は4打数2安打ですね。で久保選手は7回は田島投手からライト前ヒットで、9回は祖父江投手からサードの横を抜ける、あの高橋周平選手の横を抜けるあたりで結構良かったかなというふうに思いました。ファールも含めて内容が結構良かったかなというふうに個人的には思っております。はい、で最後の項目ですね、今日清水選手が盗塁阻止を2つしておりましたね。これもしかしたらカープで一番肩強い説あるかもしれないですよ彼。はい、ただまあ打撃の方でね課題がすごいいっぱいあると思うので、まあ、頑張ってもらいたいなと思っております。はい、ということで以上2軍の情報でした。はい、ということで最後に明日のスタメン予想のコーナーでございます。はい、明日はですね、中川隼人投手対玉村投手でございます。玉村投手今季初一軍でございます。待っておりました。で中川隼人投手はですね、あの中継ぎとしては対戦今季してて防御率 4.5 だそうです。で先発としては初めて対戦しますね。はい、でまあね、この間ホームランを打ってたので、森下くんみたいないいバッティングをするんだなとちょっと緊張ですね。9番目のバッターとして見なきゃいけないって感じですよね。はい、要注意でございます。はい、ということで私のスタメン予想はこんな感じにしてみました。バースー、あの秋山選手いつ休ませる問題もあるんですけども、今日4の2だったのでね、もう出したいなと思いまして、はい、で相手は右ピッチャーなので左多めにしてみたんですけど、はい、でまあ野間選手もね今日はスタメンではなかったので休んだという感じになるので一応スタメンに入れております。であの 4番まではいつもので、5番に末金選手で6番に坂倉選手で、ね、置いたんですけども、多分本当だったら相手が右ピッチャーなので坂倉選手を5番に持ってくると思うんですけども、今日の流れを見てたら小園選手と末金選手で連打がすごく多かったので、
ちょっと末金選手を先に持ってきたいなというふうに私は思っております。でもまあもしかしたら普通にまあ坂倉選手が5番になってる可能性もありますけどね、明日は。はい。でちょっとここがつながらなかったじゃないですか、その小園選手末金選手の次がつながらなくて、それ1点が遠かった感じなんですけど、まあ坂倉選手はね一発もある選手ですし、今日はたまたまつながらなかったっていう可能性もあるので、まあ明日にかけようっていう感じなんですけど、で矢野選手も今日は1安打してたし、まあ昨日もね猛打賞を打ってたので、はい、ここでつながる可能性もあるかなっていうので矢野選手を7番に持ってきております。で8番は、林選手にしてみました。林選手 もう打率も3割乗ってるし結構調子がいいので、林選手を8番でファースト入れてみました。はい、という感じで私の予想はこの感じになっております。いかがでしょうか。ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、拡散の方もよろしくお願いします。ということで明日も勝てるように頑張りましょう。じゃあねー。